マイクラの都市伝説にはヘロブラインという最悪のモブが存在し、こいつにもしも出会うとプレイヤーは呪われるというか、今回は呪われたヘロブラインが本当に存在するのか検証したいと思います。というわけで、都市伝説が好きな人は高評価してね。みんな好きだよね。目標攻撃数は1000。高評価しないとみんなのワールドに何か起こるはず。呪われたヘロブライン、ある方法を試すとヘロブラインがさらに変形、異変をもたらすようになるというが、この見た目は一体。というわけでね、今回の都市伝説検証は、もういつもコメントなどからもね、めっちゃ検証してほしいってリクエストがあった、ヘロブラインについての都市伝説なんだけど、ちょっとまずはね、シード値から打っていくと、今回行くシード値は、ヘロブライン。というわけでね、まずはこの人たちに行きながら話していこうか。まあ、とりあえずね、今回のヘロブラインはいつものね、ヘロブラインと少し違って、呪われたヘロブラインと呼ばれていて、まあ、まずはスポーン地に来たけど、あれ待って、何これ。なんかさ、最初から周りが夜なんだけどさ、てかなんか空黒くない？え、何これ。しかも太陽の色もなんかおかしいんだけど、ちょっと待って、ワールド入り直すか。よし、ワールド入り直したら、待って、空の色戻ったんだけど。というわけでさ、今回のヘロブラインってちょっと話していくと、まあ、多分ね、みんなが知ってるヘロブラインってさ、こんな形のやつだと思うんだけど、今回のヘロブラインはね、その中でも呪われているヘロブライン、いつものヘロブラインのさらにね、異常な姿をしたものだと言われてて、とりあえずはまずはね、召喚方法から試していこうか。よし、というわけでね、召喚方法から試していくんだけど、今回のね、呪われたヘロブラインっていうのは、いつもさ、よくあるね、ヘロブラインの召喚方法をいくつか試す必要があって、まず一つ目のね、召喚方法から試していくと、まずは真ん中に穴を掘ってあげて、そこに溶岩にバケツ、そして十字の形にね、金ブロックを置いていってあげて、で、あとはレッドストーントーチを四つ角に置く。まあ、多分これがさ、いわゆるね、ヘロブラインの召喚方法で一番有名なやつなんだけど、まあ、これ試してみても、周りに異変は起きてないか。というわけで、今回はね、こんな感じでね、いくつかのね、ヘロブラインの召喚方法を試していこうか。次は二つ目のね、召喚方法なんだけど、今回もまずは真ん中にね、マグマを置いていってあげて、あとはレッドストーンブロックを十字に置いていく。で、また四つ角を掘って、そこにはね、ネザーラックを置いていってあげて、火をつけていくと。で、そしたら最後にね、この真ん中に村人を置いていってあげて、これで村人をね、生贄にしてあげるんだけど、オッケー、今村人がやられたから生贄だって、まあ、これもね、結構有名なね、ヘロブラインの召喚方法なんだけどさ、これ試しても周りに異変は、起きてないかな。まあ、たださっきからさ、思ったんだけど、なんかほら、砂利がさ、空に浮いてたり、なんかさ、ブロックに異変がさ、起き始めてるんだよね。てかなんか、地形がさ、少しずつバグり始めてんのか。こんなのあったかな。まあ、とりあえずじゃあ次の召喚方法を試していくか。ちょっとやけ、三つ目のね、召喚方法を試していこうか。てかこんな感じでさ、たくさんのね、召喚方法を試していってるけど、もしさ、召喚したらヘロブラインが現れるのマジで怖すぎない？しかも今回のはね、呪われたヘロブラインって言われてるから、一体さ、どんな怪奇現象起こすか、マジで不思議なんだけど、本当に怖いな。よし、まずはこんな感じのね、形を作ってあげたら、ネザーラックに火をつけてあげると。オッケー。で、この召喚方法はね、一旦サバイバルモードにして、で、一夜ね、開ける必要があるらしいから、ちょっと朝までね、じゃあ待ってみるか。これでもしかしたらさ、何か異変が起き始めるのかな。よし、というわけでさ、夜まで待ってみたけど、何かさ、異変起きてるか、ちょっとじゃあワールド探索していくか。まあ、ただ今回さ、三つも召喚法を試してから、異変がね、起きててもおかしくないと思うんだけどさ、何かね、異変が起きて、え？待って。なんか今やられたんだけど、ん？死んでしまった。え？てか待って。このさ、右に映ってる、このピンクやつ何？これゾンビか？ちょっと待って。え、今さ、マジで何にやられたの？え？てか待って。またさ、空が黒くなってるんだけど。今さ、やられた時に、右上にさ、ピンクのやつがいたじゃん。あれってさ、ゾンビだったのかな？今、何が起こったんだ？え？ちょっと待って。ちょっとさ、さっきの祭壇、もう一回作ってみるか。よし、というわけでさ、ちょっともう一回ね、同じ形の祭壇作ってみたけど、さっきみたいにさ、何か異変が起きるのか？ちょっと待って。てかさっきさ、一体マジ何やられたんだろう？やられた時にさ、何やられたかさ、キルログ見たらよかったな。もしかしてさ、ヘロブラインだったりしたのかな？てかさ、今回のね、この都市伝説検証って、よくさ、検証してほしいものはね、コメント欄で募集したんだけどね。その時にさ、一番多かったのがやっぱヘロブラインで、まあ、だからね、今回ちょっと検証してんだけど、ちょっと今さ、検証してほしいものね、みんなコメント欄に書いて。なんか良さそうなやつだったら、ちょっと検証してみようかな。ただ、何かあったらさ、本当にどうしよっか、マジで。そろそろさ、僕のマイクラもう心配じゃない？まあ、というわけでさ、祭壇を作ってからワールド探索してるけどさ、特に何も異変が起きないんだよね。で、思ったんだけど、さっきの異変がさ、一旦起きたわけじゃん。だから、もう一回さ、新しい指導地で入り直したら、何か起きたりしないかな。ヘロブラインに異変が現れた時、ワールドには他にもある都市伝説が起き始め。待って、またさ、空が暗くなってて、あれ？戻ったんだけど、何これ？やっぱりさ、最初から空が暗くなってるんだけど、え、待って！今さ、ワールドを作り直したんだけど、なんでさ、最初から祭壇があるの？え？てか待って。さっきさ、祭壇が作った場所に同じ祭壇があるんだけどさ、このネザーラック、なんでヘロブラインの顔がついてんの？ん？てかちょっと待てよ。このワールドってさ、かなり前のバージョンで作成したワールドなんだけどさ、これがその時のね、ネザーラックの形なんだけどさ、なんか、二つとも見た目が違うくない？こっちのネザーラックさ、見た目が今と同じ、新しい見た目になってるんだけど。
ってことはさ、このバージョンのものじゃないってこと？たださ、これ以外に周りに変なものはないし、ヘロブライン自体は現れてないと思うんだけどさ、なんかこれ変じゃない？え、待って、何？は？なんか炎降ってきたんだけど、何これ？え？てか、祭壇からさ、またソウルサンドのなんかエフェクト出てんだけど、何これ？まあ、とりあえず一旦卵投げとくか。ちょっとマジこんなことやってる場合じゃないって。この辺何マジで。なんか体燃えたんだけど何これ。とりあえずさ、この祭壇一回壊してみる。これ壊したらさ、何か起きたりすんのか。たたりが起きてヘロブラインが現れたりはしないか。とりあえず全部壊してみたら何か起きるのかな。痛い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 。何何、なんかさ、体が燃えてるんだけど、何これ。このブロックをさ、触ったら体が燃えてんのか。え、待って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 。ほら、このヘロブラインの顔が入ったさ、ブロックを攻撃すると、なぜか体が燃えてしまうんだけど。よし、というわけでさ、一回アイテム集めてきて、サバイバルモードのままのね、ダイヤモンドスラッシュを取ってきたんだけどさ、この状態でちょっとね、エンチャントされた金リングを食べてってあげて、これでさ、このブロック一回、掘ってみるか。いくよ。せーの。多分体は燃えるだろうけど、掘れるはずなんだけど。待って、待って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 。何何何？なんか、雷が降ってきたんだけど。待って、今さ、何が起きたんだ？え？待って。これ、なんでさ、祭壇が消えてるんだ？てかさ、急に雷が降ってきたり、一体何が起こってんの？もしかしてさ、祭壇が乗っ取られたのか？え？ちょっと待って。え、待て！は？ちょっと、待て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 。え、今さ、一瞬、目の前にヘロブラインなかった？ちょっと待って。え、ちょっとさ、祭壇まで戻ってきたけど、ほら、見て。なんかさ、祭壇が消されてるんだけど、てかさっきここにさ、ヘロブライン確実にいたよな。ただ、何もなくなってる。ちょっと待って。これ一体どうなってんだ？やっぱりさ、さっき作った祭壇に何か異変が起きてたよね。あの祭壇を作れば何かが起きるのか。え、待って。あれ何？ちょっと待って。え、あれってさ、僕がさっき作った祭壇と形が似てない？待って待って待って。え、待って。これさ、さっき掘ってしまったらなんか雷とか降ってきたさ、ヘロブラインが埋め込まれたあのブロックが十字の形になってるんだけど。全部がさ、あのブロックになってるんだけど、これ、もしかしてさ、ヘロブラインが現れてる証拠なのか。ちょっと待って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 。なんかなぜかさ、金床も大量落ちてるし、ここら辺なんか異変起きすぎじゃない？何これ。まあ、ただ近づいても特に異変起きてないけど、確実にさ、見た目がおかしいよね。やっぱりさ、これを壊したらヘロブラインが現れるのか。ちょっと待って、これ壊してみる？待って。いくよ。せーの。はい。待って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 、何何何何？は？ちょっと待って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 。なんかさ、雷が大量に降ってきてるんだけど。このさ、目の前のピンクのこいつ何？ちょっと待って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 。え、多分さ、こいつってさっき僕がやられたピンクのやつだよね。これ何？見た目はさ、人型のモブだけど、なんでさ、顔とかがないんだ？ちょっと待って。ただ、攻撃してみてもさ、クリエイティブなら反撃しこないし、これ、一体何のモブがさ、バグった姿なんだ？ちょっと待って。え、でもなんかクリエイティブなのに近づいてくるんだけど、何これ？待って、怖すぎるんだけど。何こいつ？もしかして、こいつを倒したら、ヘロブラインのさ、呪われたヘロブラインが現れたりするのかな？いくよ。ちょっと、倒せるまで攻撃してみるか。よし、倒したけど、これで何か起きてんのかな？ちょっと待って。でも、特に異変は起きてないのか。え？ちょっと待って、え？待って。上にさ、ボスバーが現れて、そこに、ヘロブラインって書いてない？何これ？もしかしてどこかにさ、ヘロブラインが現れてんのか。え？待って！え？何これ？そこにさ、ダメージを受けた時に出るハートが大量に現れてるんだけど、もしかして、あいつがヘロブラインなのか。ま、ただ、ヘロブラインっぽいもの現れてるけどさ、近づいても、反撃してこないんだけど、何こいつ。え？でもこれヘロブラインだよ、確実に。ちょっと待って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 。このさ、ハートの模様何？誰のダメージをさ、吸ってるんだ、こいつは。え？なんかヘロブラインがさ、ダメージくれ始めたんだけど、これどうなってんだ？え？なに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 ？これ、一体何が起こるんだ、このワールド。なんでさ、ヘロブラインがダメージくれてんの？え？待って、何？ヘロブラインが光ってるんだけど。え？なに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 ？え？待って、なんか、ヘロブラインが光ってさ、周りから、また体力を吸ってるんだけど、何これ。え、待って、このヘロブラインさ、近づいたら、なんか、ワープするんだけど、ほら。見て。このヘロブラインさ、一体何これ？なんか光ってるんだけど。これ絶対何か起こってるよね。え、待って。なんかさっきのさ、ピンク色のモブが、溢れ出したんだけど。待て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 、何これ？ピンク色のモブがさ、大量に現れ始めたんだけど。これ一体どうなってんだ？ちょっと待て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 。やばい、なんか、ワールドがめっちゃ重いんだけど。何これ？カクカクなんだけど。てか、このピンクのやつ何？これやっぱゾンビなのかな？待て、ワールドが止まってさ、落ちたんだけど。ちょっと待って待って待って。とりあえずさ、ワールド開けましたけど、待て、は？ピンク色のモブがさ、また、目の前に増えてるんだけど。これ何？一体これさ、マジ何が起こってんの？待って待って。やばい、なんか PC から変な音聞こえるし、気のせいかさ、周りからもなんか声聞こえるんだけど、何これ？てか、あそこにいるあいつがさ、ヘロブラインじゃない？これ一体さ、どうなってんの？このモブ何？なんでさ、ウィザーとか、エルダーガーディアンもさ、目の前に大量に現れてんの？え？これちょっとどうなってんの？マジで。このピンクのさ、こいつら一体何なんだ？
ワールドバグりすぎじゃない？なんか地響き聞こえない？気のせいか。やっぱりモブがさバグってるからワールドに変化起きてるのかな。え、ちょっと待って、ん？待って、この音さ後ろから聞こえない？え、待って、このスティーブのようなさ見た目をしてるこの巨大なスキンってもしかしてこいつがさ呪われたヘローブラインなのか。これに遭遇したらプレイヤーはどうしようもないのかも。